あら、オラートゥぅゥベンはるみです。お元気ですか皆さん、ポルトガル語の勉強どうですかはかどってますかこれまでなんだかんだ言ってオンラインレッスン始めて2年弱経つんですけど、その中でいろんな人見てきました。で、その中で感じるのは、やっぱりね、一番重要なのは心だなって思います。 言葉ってどっから出てきますか体の中から出てくるじゃないですか。 心から、脳みそから、まあ、とにかく体の中から湧き出てくる心を表すものだから、そもそも何が言いたいのかって分かってないといけないし、嬉しいとか悲しいとか怒ってるとかそういう感情を表せないとダメだし、何よりもそういう感情を表したいって思えないとダメだし、それをするためには話してる相手との信頼関係とかも必要になってくるし、それがコミュニケーションなので、それを 自分の母国語だったらね、何も特に感じなくても、考えなくても、まあとは言っても、 日本人同士を喋るときだっていろいろ考えるじゃないですか。こうやって言ったら、相手がどう思うかなとか、あの、なんか強い言い方をしたくない、傷つけたくないとか、こういう言い方されたら嫌だなとか、なんかいろいろ考えるじゃないですか。どこまで聞いていいんだろうとか。うーん日本語を喋ってたってそういうこといろいろ考えるのに、そういうのを外国語でやるってなると、やっぱ本当に難しいことだから、そもそも心が元気じゃなかったら、なかなか中から言葉って出てこないんですよ。 語学も他の音楽とかスポーツとかと一緒で、やっぱり楽しいだけじゃなくって、そこにはいろんなものがくっついてきます。私が言うまでもないですけど、相手の言ってることが全然わかんないとか、なかなか覚えられないとか、まあいろんな壁がありますよね。自分よりもできる人がいっぱいいるとか、自分のモチベーションを下げるための要素っていっぱいあるんですよね。その中でやっぱ継続していくのってなかなか難しい。勉強したい、覚えたいと思ってるのに、 好きなことなのになかなか毎日できない勉強できない。 続かない。なかなかね、一人で何かを続けていくって、自分がどんなに好きなことでも難しいんですよね。だから、Facebook の私が作っているコミュニティだったり、グループだったり、動画を見てるのが楽って思うんだったら動画でもいいし、もうちょっと一歩踏み出したいなって思ったらオンラインレッスンなんかもおすすめだし、やっぱり一人だけで頑張ろうって思わずに、周りにあるものはどんどんどん,どん利用していった方がいいし、なかなかそういうことをやっていかないと、継続って難しいと思います。 よく、私はまだ、これが足りないんです。あれがダメなんです。ごいもわからないし、あれもダメだし、まだダメなんです。っていう方がいます。ただ、これね、足りないんじゃなくって、余分だっていう可能性もあります。いろいろ考えすぎ。私何度も言ってるけど、最初にブラジルに行って、ブルーノとその家族周りの人たちと一緒にいて、最初のしばらくの間は、本当にもう一度ボーもうこの一つしか言ってなかった。もう一度ボー ビール飲んでもいっとぼープラーヤイヤーにで、ってもいっとシュハースコモイントボーん。とりあえずこれでみんなハッピーになるし、自分も楽しいし、なんかその場に受け入れられてもらえてる感じがするし。 あとはもちろん会話とかできないけど、別に私はそこでどんなこと感じてたっけまあね、大体いいそんなに大した話してないし、そのお酒の場でカーニバルの時とか、そんな大した話してなかったと思うし、うん、どうせしょうもない話してんだろうな、とかあ、友達同士とか、まあ家族の話なんて、ポルトガル語が分かったところで、多分その人たちの会話の内容なんて私には分からないことだし、私には関係のない話だし、って私は思ってたし、じゃあ逆に自分が何か 話さなきゃいけないってなった時例えば日本の話だったり自分の守備範囲の話だったら何とかして私は伝えられるっていうそこの自信はあるんですよね何語だとしても自分のことだったり自分の好きなことだったらなんだろう何とかして伝えようとしたら伝わるって <laughs> そんなにもちろんね、深い話できないけど、相手だって、そんな初心者相手にそんな深い話聞いてこないですよ。最近の政治についてどう思うなんて聞いてこないし。大体がブラジルに行ったら、ブラジルの好きなご飯何とか、それで聞かれてることが分かったら、とりあえず好きでも好きじゃなくても、何でも言う私は。セウベージャー、カーニーシュハースコー、なんとかかんとか、えっとあれとか、これとか、って分かる限りのことを言う。別にそこで、 正しいとか正しくないとか関係ないし、自分が本当に思ってる思ってないとかあんまり関係ない。大体いい相手もそんな大して覚えてないし。やっぱり段階っていうものがあるから、まず最初、こう言葉に触れる、その国の人たちと仲良くなるっていう段階では、そんな話の内容をちゃんとしたこと言おうとか、あんまり考えずに、とにかく何か発する。 それで相手に届けるっていうことの方が重要だから、なんかそこをちゃんとしたことを言おうとか、つって難しく考えちゃうとうーん、あんまり真面目に考えすぎると、なんだろうね、結局一言も出てこないと、何も伝わらないじゃないですか。もう無、ゼロからは何も生まれないので、間違っててもなんか検討外れでも何でもいいから、 とにかく発するっていうことが大事なので、それにはやっぱね、心の勇気っていうのがすごく必要。間違える勇気です。もう自分が初心者の時に何を発したって、もう不完全なのはもう当たり前なんですよ。分かってるの自分で。で、なんかこう一文言いたい。でも、きっと間違ってんだろうなって思います。 大体間違ってます。<laughs> でも、それをもう間違っててもまあいいやって、間違ってることをアウトプットする勇気です。それを正しいものじゃないとアウトプットしてはダメ。そうじゃないと恥ずかしい。そうじゃないと相手にこうやって思われるかも。 なんて考えちゃうと、もう何にも一言も出なくなっちゃうから。だってそんなに話すこと話すこと、全部正しいこと言えるようになるのなんて、ものすごい後の話です。私も未だにできないし、そんなものだから最初から求めてないんです。自分に対して。だから、 語学っていうのはもう本当に自分との戦い。自分と向き合うこと。ああ、自分はいかにダメなんだっていうのを認めて一緒に歩んでいくっていう感じ。苦しそうに聞こえますか全然苦しくないですよ。認めちゃえばいいんです。もう自分がダメだなって。自分はダメだダメだって相手と比べちゃダメですよ。そうじゃなくって今の自分をそのまま受け入れるんです。比べるべきは過去の自分です。 昨日よりも今日、今日よりも明日。そうやって自分の中で成長していけばいいじゃないですか。だから例えばポルトガル語も私が見てるのはもうネイティブだけです。そりゃネイティブみたいに喋りたいですよ。でも、ネイティブには絶対なれないんです私。まあ文法とかね。まあ文法ね、そこそこその辺のブラジルじゃもう抜きましたけど。でも例えば語彙力。ブラジル人には絶対勝てない。叶わないです。発音も叶わない。勝てない。表現力だといろんなこと。勝てないです。 勝てないんです。もう勝てないところを目標にしてるから、もういいんです、それで。絶対に勝つことはない。絶対にそこに到達はしない。っていう、もう、うん、まあ、諦めっていうか、あの、潔さ。ただ、そこに近づいていくことはできる。だからもうプラスしかないんですよ。もう目標が高すぎるから、絶対に到達しないから、もうプラスしかない。でもそれを、なんかその辺の中途半端なところを目標にしちゃうと、 あ、それ抜けたやったーって思った瞬間にまた次の壁がやってきます。またすごい人がいる。で、またその次すごい人がいる。で、もうこれキリがない。だからそんな、その辺の人と比べてこんな小競り合いをしててもしょうがないんですよ。だからそういう意味では目標は高く。でも超えられない目標でいいんですよ。それで日々のちっちゃな目標、昨日の自分よりも成長していたい。で、日々のそのちっちゃな喜びを増やしていったら気づいた頃には結構大きな力になってると思います。 自分はまだポルトガル語が話せないからブラジル人とは会話しない。できないと思ってる方はもうそれは違う。違う。自信がないから、まだ自信がないから、まだっていうにはまだ早い。 そんなね、自信をつけてから、どっかに飛び込もうとすると、落差が余計に大きくなって余計にへこみますよ。私も最初に留学した時、17歳の時だったけど、日本である程度、まあ英語ね、えー、半年くらい猛勉強して、で、結構そこそこの自信がついてきたんですよ。それまで英語全然ダメで、えー、ものすごい勉強しました。それでアメリカ人の先生ともなんかコミュニケーション取れてたし、日記も毎日つけたりして、えー、ものすごい、本当にものすごい、多分自 で一番勉強したのがその時留学の前の半年間すっごい勉強してそんだけ勉強したんだもん文法ももう結構そこそこ得意になっててよしこれだったらもう怖いものなしみたいな感じで現地に行ってもう撃沈しましたもう何にも分かんなかった何も分かんなかったんですよね見事に行く前まではネイティブの人がしゃべってんのもある程度分かったし私が言ってんのもある程度通じてたのにそれが全然 全然通じなくなっちゃったし、相手が言ってることも全然わかんなくなっちゃったんです。やっぱり使ってる単語が違うね、声のトーンが違う。やっぱり鉛とかもあるから、鉛が違う。それからスピードが速い。で、こっちが言ってることも、今まではね、日本に住んでる日本人慣れした日本語鉛の,あの下手くそな、えー、カタカナ英語とか、まあそういうあの間違い、みんなが間違う癖とかもわかってる、そういう先生がね、しかも英語を教えてる。 その先生が相手だったから、ある程度こっちのことも汲み取ってくれたり優しかったけど、それが全くまっさらな状態になったら、全然なんか手も足も出なくなっちゃって、んー何よりも、ボンって最初にその衝撃が来たから、そこでもう閉ざしてしまったんですよね。あ、ダメだって思ったんです、自分。 そんな大した自信つけないで言ったら、まあわかんなくて当然だから、うん、まあどうなってたかわからないけど、そんなね、自信つけたところで、どうせ壁はやってくるから、だったらさっさと飛び込んだ方が絶対にいいです。 まあ、とりあえず自分で勉強してみますって言って、あブラジル人とかと喋るのもまだ自分には早いって思って、1年、2年、3年くらい一人で勉強してたとします。で、3年経って、よしこんだけのものが分かったらよし、いけるだろうって思って3年後に行ったとします。で、そこでどんな結果になるかはわからないです。その人次第です。もしかしたら案外スムーズに行くかもしれないし、 わ全然わからないってなるかもしれないし、わからないけど。じゃあ、今ここで全く全然わからないけど、もう飛び込んじゃえって飛び込んだ人。その人は3年間、その経験を積めるから、3年後、どういう結果になるのか。3年温めて、温めて、温めて、準備してた人と、もうさっさと飛び込んじゃった人。この3年間の違い。私はね、飛び込んじゃった方が早いと思う。まあ、もちろんいろんな人がいるので、なかなかそうできない人もいる。 まただ、いろんな人を見てても、そうやって飛び込める人の方が得は得だと思います。早い。手っ取り早いです。もう何回も言ってますけど、温めて、温めて、温めてっていいことなんてほとんどないです。ないと思います。 まあもちろん皆さんがこの動画を見てくれたり、ポルトガル語を勉強してるその理由、目的は人それぞれなので、まあ単なる趣味としてぼちぼちやっていきたい人に関しては別にそんなになんか思い切って飛び込む必要もないし、まああくまでもブラジル人と会話ができるようになりたいって、まあそういう目標を掲げてる方っていう場合もさっさと飛び込んでしまった方が絶対にいいと思います。 まあ、そのためのヒントだったり、その実際の場も私提供しているので、ぜひぜひそういうのを利用してほしいなと思います。はいまあ、というわけで、えー、皆さんのポルトガル語の勉強がちょっとでも前進していくように、私もできるだけお手伝いしたいと思ってます。はいというわけで今日はここまでです。みとぼりガーダ。あて、プロスモビデオ。チャチャオ。